ウリアンハイサンエイとは、14世紀から16世紀にかけて、ヒンガン山脈周辺に居住した遊牧集団であり、エダガンエイ、タイネイマモル、福アマリエイのサンエイによって構成された。モンゴル帝国、大元ウルス時代の東方三王家の公営と見られ、後部21年明朝に降伏し、キビエイションに編成されたことで成立した。後に南下して、西方面に居住したが、 チャハルブの当選以後は、他の部族に並行され、サンエイは事実上解体された。漢文資料においては、ウリアンハイサンエイ、エダカオサンエイ、もしくは、単に、サンエイと記されている。エダガオ、オランケでもってサンエイを総称するのは、エダガンエイがサンエイの中で最も南に位置し、明朝との交流も最も多かったためである。しかし、実際に、 ウリアンハイ人によって構成されるのは、エダガンエイのみであり、タイネイマモルと、クアマリマモルはそれぞれオンリュートとオジェートによって構成されていた。一方で、モーコ流などのモンゴル語で書かれた歴史書では、この東方の勢力を、山陽の六千オジェート、またはオジェートウルスと呼称している。これは、明朝とは逆に最もに北に位置する。 福余り栄養をもってこの集団を総称したためである。また、オジエットの居住地が、貧岸山脈の日の当たる側だったため、山陽のトゥメントも称した。民史をはじめとする、秋雨後期以降の資料では三栄の本拠が、民発よりずっと、両政方面にあったかのように記されているが、これは、史実ではない。元生民発の両側方面は、国王向かりの子孫であり、 大兵力を有していた長中の勢力圏であり、後に 3A と呼ばれる集団はこれより、さらに北方のノーン下流域に居住していた。この頃は、大根今森が自家流域の南方面、福余り英が、広島下流域の父春方面、枝金英が自家上流方面に位置していた。英楽三角の死後、明朝の対外進出が低調になると 3A は、 次第に南下し、両政方面から、頂上の付近に居住するようになった。明朝中期以後の三英の居住地区は、枝岸 A が、大名の前より、木砲口に至る、千府に近い地、大今守るが、近州、義州より、高安市を経て、両賀に至る、地、福余り A が、高麗久保より、新洋、鉄嶺を越えて、海原に至る地であった。西方では、 土チンモンゴル、東方では、海西女じき、南方では明朝といった勢力と接しており、西方では主に貧岸山脈を、東方では、ノーン川と、フルン川を分かつ広野を境界としていた。後部元年、大将軍時を通る率いる民軍は大東攻略し、元のハーンであるトゴンテムルは、北走し、大政に逃れた。一般的に、これ以後の大元ウルスを北元と呼ぶ。 これに続けて民軍は、後部2年に、大政を、後部3年は北、モンゴルまで逃れた。後部5年に民軍が、北、モンゴルで大敗を喫すると、明朝のモンゴル出兵は一時的に低調となった。ものの、後部20年に、東モンゴルの大勢力である長中が明朝に、投降し、翌21年に、ハーンのトグステムルが殺されると、モンゴル側の劣勢は、決定的となり、 明朝に投降するモンゴル人が相次いだ。ジンギスカンのマッテーテムゲオッチンの子孫である両王アジャシュリもまたトグステムルの死によって明朝への投降を余儀なくされ、これを受けたコーブミカドはコーブ22年アジャシュリの武士をエダガンエイ、タイネイマモル、福アマリエイの三エイに編成した。これがウリアンハイ三エイの起源となったが、 この時のアジャシュリラの投降は自衛のための一時的なものに過ぎず、後部24年には早くもアジャシュリは、明朝の辺境を攻撃し、風トモノリラによって撃退されている。後部25年には北モンゴルのアンダ・ナガチュを攻撃した民軍がアジャシュリに対して小佐としているが、後部年間に三英が再び明朝に降ることはなかった。西南の役を制した猿王が、 皇帝に即位すると、英楽元年に再び三英を設立し、新たに首領を定めた。民史などでは、西南の役に際して三英が、円王側について、内用主権を捉えたので、戦後に円王はこれをいたわて、大名周辺の地を与えたとする記述があるものの、これは、英楽三角の大名都市移動と三英の南下等を、混同した後世の創作であると考えられている。 トグステムルの死後、モンゴリアでは、東方のドチンモンゴルと西方のドルベン・オイラトが、覇権を争う時代となった。このような中で、サンエイはしばしば勢力拡大を図るモンゴル勢力の侵攻にさらされた。オルクテムルハーンは、元の末裔であるサンエイとコムルがミ王朝に内属するのを不快に思い、これを伺っていた。また、時代のオルジェイテムルハンはエラク7年にサンエイを、 襲撃している。一方、15世紀初頭に、東モンゴルの有力者であったアルクタイは、独自にエイを統制下に置いており、英楽8年に A ミカドの申請を受けた際、エイに逃げ込むほどであった。また、アルクタイはエイの支配層と婚姻関係を持つなど、強い結びつきを有しており、英楽定番年の脱退遠征の目的の一つに、 アルクタイとサンエイの結びつきを立つことがあったとする説もある。英楽帝晩年の申請によってアルクタイの勢力が衰えるとサンエイは次第にこれに批判するようになった。高広し元年2月にはサンエイは民に通じて馬市を許されており、同年11月にアルクタイはこの廃藩を攻めるためサンエイを攻撃している。徳年にアルクタイがオイラトに敗れると 翌年サンエイはこれを侮って、略奪を行ったが、逆に、アルクタイの大攻勢を受け、サンエイの武州は、海に死女直にまで逃げ込んだ。しかし、オイラとナトゴンによって、アルクタイが追い詰められるとサンエイはこれに協力して、アルクタイを攻め、全徳9年にアルクタイは亡くなり、モンゴルの勢力は加壊した。これ以後、それまで、明朝の偏強を犯していたサンエイは、 民と通行するようになり、明朝に死者を送って、モンゴルに進出することを要請するようになった。これは、没落したアルクタイの勢力に代わって東方に、進出してきたオイラト・ノトゴンの勢力に対応するためであると考えられている。それまでサンエイを統制していたアルクタイの勢力が、瓦解すると、三ンは、西方、南方への進出を始めた。 政党2 1三年の頃には、三政先生方面に出没して、民軍と紛争を起こし、政党四年以降は、南方の麻美両方面にも進出を始めた。このため、明朝は、政党九年に、数万の大軍を持って三英に侵攻し、レッドパイク付近まで進出して帰還した。明朝と本格的に対立し始めた三英は、オイラトに助けを求めることで対抗しようとし、 明朝への進行が一旦計画されていたが、今度は、東方で三英と、同じかとの対立が始まったため一時延期された。勢力を拡大させゆくオイラトとその与党の三英に、危機感を抱いた海西女じかの諸英は連合して、政党級、10年に三英を攻め、これに対して、海西女直と接する大涙守る、福余り英が応戦した。明朝は、オイラト、 三英に対抗する、海西女直に好意的に接し、両者の戦いが長引くとこれを調停して、戦闘は終結した。一連の戦闘によって三英は疲弊していたが、政党十一、十二年には名したる、オイラトのエセンが三英に逃げ込んでいたアルクタイの子供を撃つことを名目に三英に侵攻した。このオイラトの侵攻によって三英は大打撃を、こうむって、 勢力を著しく衰えさせた。この時の三栄侵略はかなり徹底的なものであったらしく、後にエセンを侵略したアラクテムルは、エセンの三大在の一つとして三栄を殺戮したことを挙げている。完全に、オイラとの支配下に入った三栄は当初、同じかとともに、エセンの傀来派案であったトクトアイコール部派の勢力下にあったが、 大数ハーンがエセンと対立し殺されると、ヤ安2年にエセンの直接支配下に置かれ、西方への移住を強制された。この後、アラクテムルがエセンを侵略したことによって、オイラト帝国は崩壊し、サンエイもまた独立を回復したが、その居住地は、オイラトの進出以前より大きく異なるものとなっていた。 三イの大部分は、農家流域より、南方の両生方面に移住して以後この地域が三イの根拠地となった。また、この時期に西方に移住した三イの部州の子孫が、後に、オイラとの保守都部になったと考えられている。エセンを殺したアラクテムルはハラチン部の母イによって、殺され、今度は母イが、モンゴリア最大の勢力となった。アマネ人6年に、 ボライは三 a に進攻し、翌天順七年頃には三 a を完全に投与するに至った。このため、天根順八年に、ボライが同じか両党方面に進攻すると、三 a の投目も、またこれに従軍した。聖火二年、ボライの同盟者であった、恩流トブの毛利派がボライを殺しその敗下の勢力を吸収すると、三 a もまた毛利派の支配下に入った。 しかし、急速に勢力を拡大した、モーリハイに反抗する勢力も現れ、元ボライの配下であったオロチュは、エダガンエイと手を組み、聖火四年に、モーリハイは、エダガンエイ先駆アムカ朝牧事と争った後に、亡くなった。モーリハイの死後は、マンドゥルン、ハーン、ベグアルスランが三位を統制下に置き、これら北モンゴルの諸勢力の進出によって困窮した。 サンエイは聖火12年に明朝に、高安氏馬市の解説を請願したが、その誠意を疑った明朝によって拒絶された。マンドゥルンらが亡くなり、代わってイスマイル大使が流星するとこれもサンエイに、進出しようとし、聖火18年にサンエイと交戦している。マンドゥルン、ハーン、バヤンモンケボルフ神王の後に、バトモンケがハーンとなると、 聖火19年にイスマイル大使を攻め滅ぼした。前年よりイスマイルと戦火を交えていたサンエイも、またこれに協力してイスマイルを攻撃し、捕虜としたイスマイルの子供を海西女直に奴隷として売り払っている。ダヤンハーンはこれに続き、モンゴリア各地の諸勢力を討伐し、モンゴリアの再統一を果たしたが、その過程でサンエイもダヤンハーンの統制下に置かれた。 ダヤン・ハーンの死後、その孫の世代では、トゥメトブのアルタン・ハーンが流星し、本来のハーンでありチャハルブを率いるボディア・ラク・ハーンは、これに押され当選を余儀なくされた。ボディア・ラク・ハーンの当選の際、タイネイ・マモルの満開王などは彼によって滅ぼされており、この頃、タイネイ・マモル、福余り・マモルは解体されたとみられる。以後も明朝の記録には、タイネイ・マモル、 福余りイが登場するものの、これは三イに明長への兆候が許されていたことを利用して、ハルハブなどの主張がその名義を詐称したものである。唯一ダガンイのみは、ホトン、ゲディボロドといった有力な主張のカハーンとの親密な関係を崩さず、新朝の成立まで存続し続けた。三栄の中で唯一残ったエダガン栄は、西隣の大勢力ハラチン部の影響下にあったが、 17世紀初頭にリンガン・ハーンがモンゴリアの統一を目指して聖戦を始めると、これによってハラチン部は解体された。チャハルの活動に危機感を抱いたエダガンエイワート金国に救援を求め、真の天佐都市6年に本大寺のチャハル遠征によってハラ人の残部、エダガンエイワート金国の統治下に入った。そこでハラチン部は再編成され、 元井田岩英の主張を統治者とするハラチンバタが成立した。あと、金国改め大チングルンの統治下で、女外名ハラチン右翼期、左翼期、中畑は存続し、満州国時代を経て、現在のカラチンバタに至っている。ありがとうございます。